エルサレム行為戦は、1九9 9年六月七日から七月十五日まで、聖地エルサレムを舞台に戦われた、第一回十字軍の主要な攻城戦の一つ。最終的には十字軍が、ファーティマ長軍を破り、聖地を占領することに成功した。1 9十八年六月に、アンティオキア行為戦を成功率に終えたものの、十字軍は、半年以上アンティオキア周辺のシリア北西部から、 先に進まなかった。対立する諸行同士をまとめる役を担ってきた強行施設アデマールはアンティオキア観落後に蔓延した薬病で没し、次の行動をどうすべきかをめぐる諸行の再現内、諌かいを止める者も、公軍の指揮を取る者もいなくなった。タラントコーボエモンは自分がアンティオキアを領有すると言い張り、ブーローニュのボードアンはエデッサを占領したまま出てこなくなった。十字軍は アンティオキア周辺の農村や小都市を襲うばかりで、ボエモンらに不満を募らせていた。トゥールーズハクレーモンも1 9 9 8年冬に、マール・ラ後遺戦でマール・ラを落としたが、貧しい騎士や、不評や、非戦闘員らは、いつまでたっても、エルサレムへ向かわないレーモンらを避難し、諸侯ら抜きで行軍を再開すると脅して突き上げた。1098年12月末から翌1099年1月初めに、 かけて、ノルマンディー公ロベールとボエモンの甥いのタンクレードが、諸公の中でも裕福で奉仕に対する対価を払う、ことのできるレーモンの風神となることに同意した。一方、ゴドフロワドグイオンは、兄であるブーローニュのボードアンが占領したエデスサからの、収入を得ていたため、レーモンの風神になることを拒んだ。ボエモンは、アンティオキアにとどまりアンティオキア公となる道を選んだ。一月五日、 レーモンは、マーラの城壁を取り壊し、1月13日には、マーラを焼き払って南への行軍を再開した。レーモンは巡礼者の装束を着て、裸足で歩み、ロベールとタンクレードが続いた。シリア内陸のオロンテス川渓谷を南下する間、大きな抵抗にはほとんど会うことはなかった。諸都市のムスリム政権は争いを避け、十字軍に補給を。 行って早く通過してもらうことを望んでいたのであった。アルカの城壁レーモンは、ボエモンがアンティオキアを手中に収めたのと同様に、自分も領土を持ちたいと考え、地中海岸の浮遊な港湾都市トリポリの占領を、企てた。しかしその前に、レーモンはその近くの内陸の町で、トリポリに属するアルカの攻略から行った。一方、ゴドフロアと同じく、 レーモンの風神となることを拒んだ。フランドルハクロベールは、レーモンらとは別行動を取り、ラタキアに残っていた十字軍将兵らと2月に、地中海沿いに南下を開始した。アンティオキアのボエモンも一時は彼らと共に行軍したが、すぐに、アンティオキアに引き返した。タンクレードは、レーモンとの原因の伝わらない異かいの後、レーモンの指揮下を離れて、ゴドフロは一向に交流している。 ゴドフロは一向に連動した別の分隊の指揮はベアルン主尺ガストンが取った。ゴドフロはロベール、タンクレード、ガストンらは3月にアルカに着いたがレーモンによる包囲戦はまだ続いていた。アルカ市民はアンティオキアやマーラで市民が十字軍との戦いの末にたどった悲惨な運命を聞き二の舞になる舞と死に物狂いの抵抗を行っていた。アルカで 再び合流した諸公の間では、船中から来る緊張が高まった。同時に、聖職者の間でも緊張は高まっていた。教皇施設アデマールの死後、聖職者の指導者も不在となっていた。アンティオキア城内でのペトルスバルトロメオによる原始と、聖アリ発見は十字軍の士気を高めたが、一方でこれをインチキではないかと疑う聖職者は多かった。ついに4月。 有力な聖職者のアルヌールがペトルスに対し、神明裁判を行ってみよと言った。ペトルスは真実を証明するために、火の中をくぐったが、大火けを負って十二日後に没した。レーモンの後ろ盾を受けた、ペトルスの発見した聖アは、十字軍内のレーモンに対する権威を高めるものでもあった。そのペトルスが、神明裁判に破れ聖アも偽物だという話が広まると、 レーモンの権威も損なわれた。アルカ後位戦は5月13日まで続いたが、攻める諸行の著しい船かと、守る住民の必死の抵抗で、全く進展がないまま十字軍は後位戦を諦め、包囲を解いた。レーモンの軍はここから海へ出て、地中海側を南下し、逆に、コドフロア・ロベール・タンクレードらは内陸に向かい、ヨルダンガー渓谷を南下した。で、 トゥルク系のセルジューク朝とパレスチナやシリアを争奪していたエジプトのシーア派王朝ファーティマ朝は対セルジューク朝の同盟を結ぶため十字軍と和平交渉をすべくアンティオキアやアルカを包囲する十字軍の陣営に再三死者を送ってはシリア分割占領などを持ちかけていたその間の1098年夏ファーティマ朝はアンティオキア陥落によるセルジューク朝の弱体化に乗じ セルジューク朝系のあるトゥク家から、エルサレム使用を奪還している。しかし十字軍はあくまでエルサレムへの進軍を主張し、ファーティマ朝の申し入れを無視した。ファーティマ朝のエルサレム司令官であったイフティハール、アイコールダウは、パレスチナへの進軍を再開した十字軍に不安を、抱き、十字軍に抗応する、恐れのあるキリスト教徒市民の追放、郊外の井戸を十字軍に使わせないための毒物の、投入。 前年の後遺戦により破壊された城壁の修理、食料の備蓄などを行っている。5月13日、十字軍のうち、レーモンの率いる一団は、トリポリに到着し、死の支配者、ジャラール・アルムルクは、馬や、食料などを与えて十字軍を送り出した。年代記、ゲスタ・フランコルムによれば、彼は、ファーティマー朝からエルサレムを取り返してくれたら、 キリスト教徒に回収しても良いとまで言ったという。十字軍は海岸沿いに進み、5月19日にベールと5月23日にティールと艦隊を受けながら南下し、ナフルアルカラブを越えてついにファーティマ町領内に入った。ヤッファから内陸に折れた後、6月3日には住民が退散して無人となったら村に入った。十字軍はここでエルサレムに入る前に、 ラムラ近くのリッタ生まれの聖人で、十字軍内でも人気の高かった聖ゲオルギウスを記念し、当地の聖ゲオルギウス制度でカトリックのラムラリッタ司教座を建てている。一方内陸を進むゴドフロアは6月6日、タンクレードとガストンにベツレヘムを占領するよう指示し、タンクレードは自らの軍旗を征服したベツレヘムの聖誕教会に掲げた。こうして6月7日、 十字軍はついにエルサレムに到達した。兵士らの多くは長い戦いの旅の末にようやく見ることのできた生徒に涙したという。城壁を攻める十字軍アンティオキアの際と同じく、十字軍は工場戦の準備を始めた。しかしまたも食料と水の不足に見舞われ、十字軍兵士は包囲される市民以上に上や乾きに苦しんだ。市内は工場戦に備えて、 食料の備蓄が進められていた反面、十字軍は郊外の農村の井戸が毒で使えなかった。諸高の十字軍に参加した、騎士五千人ほどのうちこの時残っていたのは千五百人ほどで、不評も三万人ほどいたうち一万二千人ほどが健康で残っているだけだった。ゴドフロはフランドル博、ロベール、ノルマンディ公ロベールらは、市の北側を、ヤッファモン近くの城塞、 ダビデの塔付近まで包囲し、レーモンらは陣営を死の西側に置き、ダビデの塔からシオン山まで包囲していた。6月13日に行われた城壁への直接攻撃は失敗に終わった。水も食料もなく、十字軍側では馬も人間もバタバタと死んで行き、十字軍は不利を悟り始めた。攻める十字軍最初の攻撃が失敗したちょうどその時、 ジェノバ共和国のガレー船2隻がヤッファ港に入港し、十字軍は当面の補給を行うことができた。十字軍は同時にサマリアから工場等を組み立てるための木材を調発し始めた。しかしなおも食料と水は不足していた。しかも6月末、十字軍はエジプトからファーティマ朝の軍隊が北に向かって行軍していることを知る。 絶対絶命の危機にあった十字軍の指揮を蘇らせたのは、ペトルス・デジデリウスという司祭が原子を体験したという話をした時だった。強硬施設アデマールの霊が彼のもとに現れ、ヨシワがエリコの城壁を崩した故事にちなんで、3日間の断食の後、裸足で城壁の周りを更新すれば、9日以内に城壁は崩れると告げたのであった。 十字軍は3日間の断食を耐え、7月8日にエルサレム城外をめぐる裸足の行進を行った。聖職者がトランペットを吹き鳴らし、兵士らが賛美歌を歌って歩く奇妙な光景。行進はオリーブ山で止まり、インジャ、ピエール、アルヌール、レーモンダジールらによる説教が行われた。工場等の十字軍と城壁の守備兵の戦い工場戦の間、 十字軍によって城壁に対する攻撃が何度となく行われたが全て撃退されていた。グリエルもエンブリアコ引き入るジェノバ共和国の部隊はヤッファで乗ってきた船を解体し、その木材で工場兵器を作り上げた。工場島は城壁に近づき何度も攻撃を加えたが、リフティハールアイコールダウ引きる守備隊はギリシャビを工場島に浴びせかけ、 工場島やその上の兵士を炎上させた。7月14日の夜には、ジェノバ軍の工場島が城壁に近づき、守備兵を驚かせて注意を引いた。翌7月15日の朝、守備隊が南側の城壁で工場島を焼け払っている頃、イフティハールアイコールダウのもとに、もう一つの工場島に寄ってきたから市内に侵入されたという伝令が届いた。ゴドフロワの率いる、 工場島がエルサレム市北東角の城門近くに接近して、兵士を城壁に立たせることに成功したのであった。ゲスタ・フランコルムによれば、フランドルのトゥルネーの騎士、レタルデト・エンゲルベルトの兄弟が、木内一番乗りを果たしたという。さらにゴドフロは、その兄弟のブローニュ吐くウスタシュ、タンクレードラが部下と共に城内に突入した。レーモンの率いる、 工場等は堀に足場を取られて進めなかったが、十字軍が市内北部から次々侵入しているという事態に、守備隊はレーモンに降伏して門を開けた。イフティハールアイコールダウラ残された守備兵と市民は、市の西の要塞、ダビデの塔に立てこもって戦い続けたが、レーモンから降伏すれば除名すると勧告を受けた。彼らは約束が破られるのではないかとイブながらもこれを、 受け入れ、結局約束通り無事に、アスカロンへと脱出することを許された。しかしその頃、すでに市内では市民に対する殺戮が始まっていた。エルサレムの征服エルサレムの陥落。19世紀フランスの画家、エミール・シーニュールによる。1は、聖墳母教会。2は、岩のドーム。3は、城壁。ムスリムの市民の多くは、アルイコールアクサーモスク。岩のドーム。 神殿の丘などに逃げた。ゲスタ・フランコルムは神殿の丘周辺についてしか述べていないが、次のように殺戮の様を描く。ソロモンの神殿でも殺して切っていった。神殿ではあまりにも殺した数が多かったので、我らの兵は足首まで地に浸かって歩いた。レーモン・ラジールも神殿の丘周辺についてしか言及していないが、降格。ソロモンの神殿でも、 ソロモンの玄関でも、牙の兵は、膝や、手綱まで地に浸かって歩いた。これらは、文字通りの描写ではなく、ヨハネの目示録14章20節からの引用が、含まれている、可能性がある。シャルトルの風車は、ボードワンと共に、エデッサにより、エルサレム行為戦を、直接は目にしていないが、神殿の丘での出来事について降格。神殿では1万人が殺された。確かに、 もしそなたがそこにおれば、そなたは我らの足は、くるぶしまで殺した者らの地の色になっているのを見たで、あろう。しかしこれ以上何を語るべきであろう。彼らの誰も生き残らなかった。女も子供も容赦はされなかった。このような神殿の丘での殺戮は、時として自然体の人口の殺戮にまで膨らまされる場合も、ある。しかし、神殿の丘以外での状況については、 大殺戮についての目撃証言は残っていない。ゲスタ・フランコルムによれば、命を容赦された者もいたようである。異教徒たちが打ちまかされると、我らの兵は大勢を捕らえた。男も女もおり、彼らの望みに応じて、殺したり捕らえたままにしたりした。後に書かれた別の文献では次のようにあり、神殿の丘以外でも、殺戮のあったことが示唆されている。凄まじい悪臭のため、 サラセン人の死体をすべて外へ捨てるよう命じた。全死が死体で埋め尽くされていたためである。生き残ったサラセン人は死体をシモンの出口の前まで引きずり、馬の死体かのように積み上げた。誰も異教徒に対するこのような殺戮を見たことも聞いたこともなかった。死体の山々はピラミッドのように見え、死者の数は神のみを知ることであろう。しかしレーモンは、 エミールと共にいた者たちについては、アスカロンへ向きずで逃げることを許した。その場にいたレーモン・ラジールも、ダビデの塔に立てこもっていた者らに、レーモンが降伏を進め、保護したことを書いている。これらの者たちは、司令官にフティハールらと共にアスカロンへ退去することが、できた。ムスリムの歴史家、イブン・アルイコール・アシールも、エルサレムが陥落し、略奪を受けている。 最中のこの出来事について書いている。ムスリムの一団は、ミフラブダウードに立てこもって、数日間戦った。彼らは幸福の代わりに命は許された。フランクたちは、約束を守り、夜にアスカロンへ出発させた。カイロ・ゲニザの一つは、この時に、ユダヤ人の住民の一部がイフティハール、アイコールダウラと共にアスカロンへ脱出したことを、伝えている。タンクレードは、 神殿のお家畜を自らの管理下とし、その場のムスリムの命を救ったと主張している。彼は、モスクの屋根に逃れたムスリムらの安全を保障するため、持っていた軍機を彼らに渡したという。しかし、他の十字軍の兵士らが結局彼らを殺すことを止めることはできなかった。1200年頃に、イギリスで描かれ14世紀に、スペインで移されたシャンサシエ、写本差しへ。冗談は、 エルサレムのイエスと神殿の破壊、中断は主の敵によって斬首されるユダヤ人、下段はエルサレムを血の海にして復讐を遂げる十字軍。ダマスカスの年代記作試合ンアルイコールカラーにしによれば、ユダヤ人の守備隊や市民はシナゴーグに逃げたが、フランクが建物ごと火を放ち、中の全員を焼き殺したという。ある目撃者は、 十字軍は燃え上がるシナゴーグを取り囲みながら、キリストよそなたを称える。そなたは、我が光、我が導き、我が愛と歌を歌ったという。先に述べた通り、カイロ・ゲニーザーの古文書には、エルサレムを逃れることを許された。ユダヤ人が出した援助を求める手紙があるため、必ずしも、ユダヤ人が皆殺しにあったと言えるわけではないが、同じ手紙の中には十字軍による、包囲戦の際に、 ユダヤ人に対するこのような虐殺があったことを伝えている。間の十字架の発見エルサレム陥落後、まず聖墳母教会にいた聖教会はじめ東方教会各派の主教がすべて追放された。彼らの共存はムスリム支配者の下でも許されていただけに、東方教会から十字軍への反発は強く、聖十字架などの聖異物のありかを明らかにしないなどの抵抗を行った。 しかし十字軍による聖教徒への拷問の末、真の十字架は十字軍に奪われ、以後その管理下に置かれることになった。陥落後のエルサレムで聖教徒が殺戮されたことを述べている目撃者の証言というものは見当たらず、聖教徒の書いた年代記にも同様の記述はない。シリアの年代記は十字軍による包囲前にキリスト教徒がエルサレムを追放された話が、 書かれている。ゲスタ・フランコルムには、エルサレム陥落から2週間半後の8月9日、水曜日の出来事が書かれている。ここでは、インジャ・ピエールが、ギリシャとラテンのすべての聖職者に対して、聖墳墓協会で、感謝の行進を行おうと呼びかけたとある。1100年11月、シャルトルのフーシェが、ボードワンと共に、エルサレムを訪れた際、 キリシャ正教会やシリア正教会双方の聖職者から歓待を受けたとある。虐殺が終わると7月22日、ゴドフロワドブイヨンはアドボカトス・サンクティセプルクリとなった。彼はキリストの死んだ場所で王となることを良しとせず、キリストが茨バラの冠を被せられた場所で金の冠を被るのは断ると言い,い、このような称号を名乗ることになった。レーモンも どのような称号を得ることも拒んだため、ゴドフロワはレーモンにダビデの塔の支配権を諦めるよう説得した。レーモンはこの後巡礼に出かけてエルサレムを挙げ、その間の8月1日、アルヌールが最初のカトリック系のエルサレム総司教となった。8月5日、アルヌールは真の十字架を手に入れることになる。ゴドフロワは軍を率い、真の十字架を先頭に立てて、 エルサレムに迫るファーティマ朝の軍隊との戦いに挑んだ。ファーティマ朝軍はエルサレム救援に出発したものの、その陥落の時点ではまだ市内半島を横断中であった。8月12日、コドフロアはアスカロンの戦いでファーティマ朝軍と衝突し、ンプなきまでに打ち破った。しかしこの戦いの後、 十字軍の大半はエルサレムへの巡礼という大目的を果たしたことに満足し、数百人ほどのわずかな騎士を除いてその大半が故国に戻り始めた。このわずかな騎士たちがエルサレム王国をはじめとする十字軍国家をレバントに確立することになる。一方アスカロンの戦いの直後、ダマスカスのカーディであったアブルサード・アルハラウィーラは難民を引き連れて、 イスラム世界の中心地でアッバース朝カリフの座所でもあるバグダードに到達した。8月19日金曜日には彼らは金曜礼拝の行われているモスクでラマダンであるにもかかわらず飲食を始めた。彼は怒って押し寄せた群衆に聖地が破壊されムスリムが多数殺されたことに無関心なのにどうして断食炙りごときで騒ぐのかと問いかけ十字軍の惨階を語って 聴衆を沈黙させ涙させたという。しかし、アッパース長のカリーフ・ムスタズヒルも、事実上の支配者である大セルジュークはサスルタンのバルキアルクも、アルハラビーラの訴えに反応を示さなかった。繊細なムスタズヒルは、高級で陥落に溺れ、バルキアルクは、バグダードを開けて、セルジュークの墓地である、イラン北部で、実定ムハンマドと戦っている最中であった。 1 9 9 9年から1101年までの間、バルキア・アルクトム・ハンマドはバグダードの争奪を繰り返した。このような兄弟喧嘩で大セルジュー区長が機能不全に陥っている間、レバントに止まったわずかな数の十字軍が着々と十字軍国家の足場を固めていった。エルサレムの戦いは西洋ではすぐさま伝説化している。12世紀初頭には武勲誌の題材となり、 エルサレムの歌などは大いに人気を博した。ありがとうございます。